ぞっこんうちなアスリート。皆さんこんにちは。ラジオ沖縄アナウンサーの杉原愛です。この番組は学生スポーツからプロスポーツまで県内で活躍するうちなアスリートを全力で応援しようという番組です。今日はいよいよ沖縄で開幕しましたバスケットボールのワールドカップ、 FIBA バスケットボールワールドカップ2023の開幕で沸く県内の様子、関連イベントの模様も含めてお送りします。今日も15分間お付き合いよろしくお願いします。昨日開幕した FIBA バスケットボールワールドカップ、開幕を前に今週は各国代表選手らが続々と沖縄入り、ファンもスーパースターのプレーに期待を膨らませていました。そして日本代表も今月22日には沖縄入りし、空港ではおよそ500人のファンが詰めかけ、選手に熱いエールを送っていました。空港での歓迎セレモニーの様子です。バスケットボール男子日本代表暁ジャパンの皆様、メンソーレ沖縄、ようこそ沖縄へお越しくださいました。暁ジャパンの皆様、ようこそ沖縄へお越しくださいました。皆様を迎えられたことを大変嬉しく思いますとともに、沖縄県民を代表して心から歓迎を申し上げます。子どもから大人までバスケットボールの競技人口が14,630人、10万人当たりの競技人口は全国一となっており、多くの県民から親しまれているスポーツであります。本大会において日本代表や世界で活躍されている選手のプレーを身近に感じられることは、県民にとって貴重な経験であり、子どもたちにも大きな夢と希望を与えるものと期待しております。大会では皆様の実力を存分に発揮していただき、トム・ホーバスヘッドコーチをはじめ選手のご活躍を記念申し上げまして、歓迎の挨拶といたします。千葉リオ赤崎ジャパン、令和5年8月22日 FIBA バスケットボールワールドカップ2023開催地区支援協議会会長、沖縄県知事玉城デニー代表でございました。ようこそお越しくださいました。ありがとうございました。それではチームを代表挨拶いたしまして、トム・ホーバスヘッドコーチより一言いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。やっと沖縄来ました。本当にもう私たちは本当にもう長い間に練習やっていいチーム作って、これからうちのベストのバスケットボール見せたいです。みんなのエネルギーも本当に大事です。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。空港に駆けつけた暁ジャパンのファンもワールドカップ開催に胸を高鳴らせていました。感動。本当にまさかね、こんなところで目前に見れるとは。一勝してほしいです。そう、みんな強豪なんで、一勝してなんとか2勝目で勝ってくれたら、はい。またワールドカップの開幕を前に、沖縄バスケの発祥の地とされる首里では、沖縄バスケのルーツをたどるイベントも行われています。首里の熱でワールドカップ盛り上げましょう。沖縄で初めてバスケットボールの試合が行われたとされる首里城に、当時の様式を再現した復元バスケットボールリングとボールを設置する完成セレモニーが今月22日首里城公園内の水務館前広場で行われました。制作に関わった首里高生と県立芸術大学の大学生らが芸大体育館からリングを運び出し、首里城公園内に設置しました。
今100年前の当時のリンクとゴールを再生したものを芸術大学から首里城に運び出す作業を行っています。カレさん行けます、カレさん行けます、声出していきましょう。はい、気をつけてください。あ、いいや。あ、いいや。あ、いいや。おー、いいや。あ、いいや。おー、いいや。あ、いいや。あ、いいや。あ、いいや。このバスケットボールとリングの復元プロジェクトは、バスケットボールのワールドカップ開催に合わせて、沖縄バスケットボール情報誌アウトナンバーが発起人となる沖縄バスケットボール100年祭の一環です。沖縄のバスケ史に詳しい県立芸術大学の張本文明教授はこのプロジェクトに関わった思いを次のように語りました。2月に初めてこの昭和の時代の首里城前にこのボールがある写真を見て、これは面白いと。で今年ワールドカップあるし、でこの首里城の前にゴールがあったってあんまり沖縄の人多分知らないんですね。でこれは知ったら皆さん面白いんじゃないかと思って、まず作りたいということに乗ってくれたメンバーが高校生と大学生です。竹籠のが、1905年、明治38年に、首里城を校舎としてた女学校で、やられてた沖縄で最初のバスケットボールのスタイルです。でこれ沖縄独特ではなくて日本でも当時はこういう竹籠にシュートを打つバスケだったようです。はい、で左の方が、僕が最初に見たその昭和の写真を元に、またその、大正末期の、バスケットボール規則があって、そこにこういう寸法とかも全部書いてあるんですね。でそれにのっとって一応作ってもらう。ただ一応模造復元ということにしてます。完全な復元っていうと、全て分かってないといけないんですけど、一応分かる情報から少なくともサイズ、材質、色は当時のまんまっていうことになってます。若い時、特に沖縄の若い人をバスケするプレイヤーは今自分たちがプレーしているのはこの先人たち の, いろんな歴史の上にあるっていうのをちょっとこういうのから感じてもらえたらとても嬉しいです。ボールとリングの寸法などが記された当時の資料を参考に張本教授が制作を監修しました。リングは首里高校生と芸大の有志、そして専門の宮大工ら大人も関わって完成したものです。リングの復元に携わったプロジェクトリーダーの首里高校3年生千葉なひときさんです。話をいただいた時点でもうまだ2ヶ月前とかで、作業し始めたのも1ヶ月前と、慌ただしく始まったこの企画に対して、いろんな大人たちだったり、あと芸大生、そして張本先生だったり、アウトナンバーの金谷さんだったり、いろんな人たちの支えのもと、自分たちの、作業とかも、スムーズに行えたと思いますし、嬉しく思うので、これから、このリングを無駄にせず、もっともっといい形で、沖縄のバスケットを盛り上げられるような、その一環としてやれたらなって思います。沖縄バスケットボール100年祭の発起人、アウトナンバーの金谷浩平さんです。最初は僕が考えついたとかではなくて、張本さんとの出会いからもう復元させるっていうことを最初の出会いから言ってたので、まあ、その時は確かにいいアイデアだなとかいろいろ思ったんですけど、そこからまたいろんな首里高校とか芸大生とかがみんな関わってくれて、まあここまでできるんだっていうふうに今思ってますね。まあひとまず持ってこれて立ったので、そこはホッとしてます。まあ玉木喜重さんが沖縄にバスケットを紹介してちょうど100年、この8月がというところで、まあ、この8月、まあ、これまでの100年間を振り返ったり感じてもらいたいなっていうふうに思います。でまた僕らはこれから次の100年を、まあ、作っていく、高校生とか大学生とかみんなと作っていくことになるので、まあ、
平和で戦争で亡くなるとかそういう歴史がこのまでの100年にはありましたけど、そういうのがない社会になってほしいなっていうふうに思います。この復元されたボールとリングは明日まで首里城公園水務遺館前芝生広場で、そして週明け28日月曜日から来月3日までは県立芸術大学で展示されるということです。さあ、それではその他の、京都明日開催されます関連イベントもご紹介していきましょう。まずはですね、京都明日そして来月2日と3日にも行われる、沖縄市のコザゲート通りコザミュージックタウンで行われるイベントが、沖縄の文化伝統芸能音楽食が集結するイベントコザフェス2023です。出演アーティストなど情報はコザフェスの公式ホームページにも載っておりますので、こちらご覧ください。今日と明日そして来月の2日3日も開催されますコザフェス2023です。そしてその他試合の会場以外でも公式ファンゾーンではFIBA バスケットボールワールドカップ2023の雰囲気を楽しむことができます。参加型ゲームやエキサイティングなパフォーマンスで世界中のファンと一緒にバスケットボールの祭典を楽しむことができます。ファンゾーンの場所もご紹介しましょう。那覇市内は大野山公園です。25日昨日からこのファンゾーン設けられておりまして、来月3日までファンゾーンが開いています。大型モニターによるパブリックビューイングや FIBA ワールドカップ公式スポンサーのアクティビティ、また音楽、ダンス、伝統芸能などステージパフォーマンスも予定されています。またサテライトファンゾーン会場としては、沖縄市の沖縄こどもの国や宜野湾市のトロピカルビーチの芝生エリア、そして北谷町はサンセットビーチ芝生エリアでもパブリックビューイングが予定されています。こちらすべての会場は入場無料となっておりますので、ファンゾーンで試合を楽しむのもいいかもしれませんね。沖縄での熱戦は9月3日まで繰り広げられる予定です。皆さんもそれぞれの場所からFIBAバスケットボールワールドカップの雰囲気楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、この時間のご案内は杉原愛でした。